グリーンダムタンのコスプレ。右は、ウィキペディアの萌木人化ウィキペタンのコスプレ。グリーンダムタンとは、中華人民共和国で開発された、ネット検閲ソフトウェア、緑、花木、森渉を萌木人化したキャラクターである。グリーンダムタンの中国語名は、娘、または、緑娘。日本語で漢字制限により、お、ばとも書く。そして、グリーンダムタンを、グリーンダム娘、緑馬娘、緑馬娘などとも表記する。2009年5月19日、中国工業情報科部の、ウサン机総、井上猛検的通知により、2009年7月1日から、中国国内で生産、発売されるパソコンすべてに検閲ソフト、緑、花木、森渉のインストールが義務付けられると発表された。これに対して、中国のネット上では、ネット検閲への反対の声やソフトの性能、開発過程自体に対する疑問の声が多数上がったが、そうした騒動の中、中国のオタク絵師たちは、緑、花木、森渉を萌木人化して、娘と名付けた。グリーンダムタンの誕生日、つまり初めての緑娘の絵の誕生日には、諸説ある。一般的に6月11日だと思われている。他に、6月10日、6月9日の見解もあるが、認められていない。そのため、グリーンダムタンの誕生日は、西暦6月11日、農暦5月19日に決められた。こうして二次元オタク世界に、中国の国産萌えキャラが誕生した。最初に誕生した、娘は、東方プロジェクトの川城に鳥とよく似た感じがあったが、その後、様々なデザインのバージョンが続々と現れた。工業情報科部がこのソフトに4170万元もの大金を投入したことから、娘の身分は、身代金4000万のお嬢様とされた。戦闘力4000万の設定もある。彼女の服飾は、ソフトのインターフェースの要素や、川ガニ、ダジョウユなどのネット用語に基づいており、全体に、この検閲ソフトや中国政府のインターネット政策に対する風刺の色が濃い。キャラデザインは、未だ固まったとは言い難いが、下記の共通の要素は現在、中国におけるオタクの間にほとんど定着している。グリーンダムタンは、検閲の仕事をするため、基本的に、風紀委員のイメージ。帽子、カニの気象が飾っている。これは、中国のネット用語、川ガニのこと。このデザインは、各バージョンの共通。髪型、ツインテール。このデザインは、ほとんど各バージョンの共通。他に、ロングヘアのバージョンもある。鍵、緑、花木、森渉はパスワードが必要である。それに、鍵があるなら、他人の秘密を伺うことができる。腕章、風紀と書かれている。他に、和解のバージョンもある。腕時計、左手には3つの腕時計をはめている。これは、三個代表と三個大表が同音のためである。他に、この設定がないバージョンもある。醤油桶、これは、中国のネット用語の、ダ醤油。他に、この設定がないバージョンもある。うさぎ、緑、花木、森渉の画面の要素の一つ。騎乗、グリーンダムタンの騎乗は、草泥馬のバージョンも、巨大川ガニのバージョンもあるが、草泥馬は、他のネット人物の騎乗の設定もあるから、まだ決めていない。下記のほとんどの属性は一応定着した。一部の属性は、まだ決まっていない部分もある。身分は、身代金4000万のお嬢様で、ツンデレ。これは緑、花木、森渉の導入費4170万元のこと。戦闘力4000万の設定もある。身代金と重複だが、大した問題ではないから、この二つの属性が共存している。天然ボケ。いつも鍵を首にかけている。キーワードをごっちゃにして、よく間違った削除を行う。ちょっと色覚異常あり、黄色と間違って削除しちゃう。未成年なのに、仕事だからとエロいものを見ちゃいけない子。クラスでは、正義感あふれる、風紀委員で皆から煙たがられている。自分よりもスタイルの良い女はすべて敵なので削除。腐女子で BL が好きだから BL のものは OK。裏、属性は M。視野内の生き物を自分を押し倒す衝動をさせる感じがある。非常に強気だが、押し倒されると弱い。簡単に調教される。一部の個性的なグリーンダムキャラ。ありがとうございます。